近本教授です。今回はトヨタのハイブリッドシステム TGS2 について詳しく解説したいと思います。はい、1年半くらい前ですかね、主要ハイブリッドシステムの相対比較ということで動画を上げてますけれども、まあね、やっぱり効率で、一番ね、その日産、ホンダ、トヨタの中で、やっぱり効率に関して一番特化して、いいシステムというのは、トヨタのハイブリッドというふうに私は、ね、結論付けています。で、まあ、いろいろですね、あの車のレビューしてきましたけれども、やっぱり、ね、トヨタの THS2 っていうのは総合的にやっぱり効率に関しては特化してますよね、うん。で、まあ、その他のハイブリッドシステムと比べてなぜトヨタのハイブリッドシステムが、まあ、その効率面で優れてるかっていうのを言うと、まあ、この3つを低速域でも高速域でも実現できているっていうのがあります。このエンジンを燃焼効率の良い回転数で回すというのと、エンジン駆動の成分が、エンジンの力を直接タイヤに生かす成分が取れる、まあ、パラレルハイブリッドの成分という言い方を私はよくしているんですけれども、まあ、パラレルハイブリッドの成分もあるということ、そして無断変速であるというね、この3つ、まあ、無断変速っていうのは市街地走行とかで結構いい、良くなるかなというふうに思います。で、他のハイブリッドシステム、まあ、e パワー、日産の e パワーをちょっと仮に挙げますけれども、それで考えると、まあ、回すときは一定回転ですごい効率がいい動き、これは確かに e パワーもできてるし、無断変速であるって、まあ、モーター駆動なんでね、いいんですけれども、エンジン駆動の成分はないですね、シリーズハイブリッドの場合。うん、で、IMBD 見てみると、まあ、低速域は基本 e パワーと同じ、エンジンは効率のいい領域で回す、 e パワーほどではないけれども回るときは結構効率のいい回転域で回しますね。で、無断変速であるこの2つはシリーズハイブリッドなので実現できるけど、エンジン駆動の成分っていうのは低速域では IMBD はありません。で、高速域になってくるとエンジン直結クラッチをつなぎますけれども、そのエンジン直結クラッチをつなぐっていう行為は無断変速であるっていうのとちょっとかけ離れてくるし、まあ、高速であんまりスピード出して走ると今度はエンジンの、ね、回転が結構上がってきて、そうすると効率がちょっとね、どうなのっていうふうになる。で、まあ、エンジンの回転をすごく上げるとその分充電も結構積極的にするので、EV 走行に切り替わってまた充電走行っていうのね、繰り返す、まあ、結構充電を積極的にしたら EV 走行しないとバッテリー溜まっちゃいますからね。ということで、その EV 走行と充電走行を結構頻繁に繰り返すとなると、まあ、変速っていう言い方がいいかわからないですけれども、直結クラッチをつないだり外したりっていう、まあ、ちょっと無断変速とは言えない部分が出てくるんですね。なので、まあ、走行環境によってはいいですけれども、まあ、そうですね、万能かっていうとちょっと微妙な部分がやっぱりあるわけですね、うん。で、IDCD 見ていくと、まあ、IDCD は、ね、分かりやすいですよね。エンジンはもう効率のいい回転数で、まあ、ある程度回ってます、2000回転前後で、うん。で、エンジン駆動の成分、これはもう20万ありますけれども、無断変速ではない、まあ、7速 DCT ですからね、ギクシャクはある程度しますし、変速が完全にあるんで、まあ、この2つしか満たしてない。やっぱりこの3つを全て満たしているのは THS2 というふうになります。で、まあ、THS2 が唯一ね、効率がちょっとどうなのって思われるのは高速域なんですけれども、でも高速域もね、結構効率がいい。実際プリウスとか走って、まあ、高速で100キロとかで走ってもリッター25とかね、普通に行っちゃう、それ超えてくる感じですよね。で、まあ、IDCD とかと比べても、THS2 はね、ほとんど、その燃費の差は確認できない。まあ、この辺はもうエンジン自体の効率化になってくるんで、まあ、単純比較できないんですけれども、システムとして比べると、まあ、いささかね、やっぱ IDCD の方がいいっていうのはある。なぜかっていうと、高速域はモーター駆動する必要ない、エンジンの力を直接タイヤに生かすっていうことが 100% ね、エンジン駆動でいいわけですけれども、THS2 はどういう状況であっても、まあ、モーター2つを使ってるんで、そのエンジンとモーター2つですね。を使って、まあ、その2つのモーターの負荷を調整して、走っているというのがあるので、どうしても、まあ、そのモーター駆動のシリーズ成分が出てきちゃうから、高速域は、まあ、IDCD みたいに 100% エンジン駆動に比べるとちょっと劣る部分はあるんですけれども、まあ、とはいってもね、高速道路
しか走らないとかっていうのはないわけで、基本的に市街地走行もあるし、高速もあるし、郊外もあるしっていろんな場面を考えると、やっぱり総合的には TTS2 の方がいいですねと。まあ、IDC の場合は市街地走行は結構苦手っていうのが、ね、はっきり出てきてしまうので、まあ、運転の仕方でね克服できるっていうのはいつも言ってますけれども、まあ、やっぱりね万人受けはちょっとしないかなって、あと限界がありますからね、その辺やっぱり THS がいい、効率に関してはすごくいいっていうのは、まあ、この3つの要素を低速域でも高速域でも常に満たすことができる、エンジンかかってる時ですねっていうことなわけです。はい、まあ、なんですけれども、まあ、THS ね、そうは言ってもちょっとさっきも言いましたけれども、高速域はあんまり弱い、じゃあ、 あんまり効率良くないんじゃないかっていうふうに思われている方結構多いと思います。で、実際ね、ネットとか調べても、まあ、高速域はシリーズハイブリッドに近くなるっていうふうに書いてあったりとか、その研究ログみたいな感じのを見ても、これちょっと言ってること違うんじゃないっていうようなのもあったりするので、まあ、私がね、違う可能性ももちろんあるんですけれども、まあ、多分ここは合ってるだろうっていうところで、ちょっと細かい説明をですね、この右側でしたいと思います。で、正直この内容はすごく難しいと思います。で、優勢歯車、まあ、動力分割機構ですね、そのトヨタの THS の要となるのがハイブリッドシステムで、要となるのが動力分割機構なんですけれども、まあ、これ優勢歯車ですね。で、優勢歯車はこれ実際手に取ってね、見ないと、動きを見ないとわからないと思うんですけれども、まあ、私手元で、優勢歯車入手しました。これはタミヤ製の優勢歯車ですね、まあ、模型に使うやつですけれども、これを使って、まあ、説明したいんですけど、ちょっと今回の動画はこれなしで、ちょっと、まあ、結論を主に言うために、まあ、簡単に説明しますけれども、ちょっと次の動画かね、まあ、また別の動画でこの優勢歯車の動きを細かく追って説明したいなと思ってますので、ちょっと今回はね、理解 100% 理解っていうのはなかなか厳しいと思いますけれども、まあ、お付き合いいただければなというふうに思います。はい。で、まあ、その THS2 は、まあ、低速域はまあ効率いいっていうのはある程度わかるけど、高速もなぜ効率がいいかというところですね。それは、まあ、ここの話なんですけれども、まあ、エンジンの回転数の方がモーターの回転よりも高いか低いかで、2つのモーターの役割を変えるっていう、発電機とモーターがモーター発電機になるっていうような感じなんですけれども、まずですね、最初にこの動力分割機構についてちょっと簡単に説明します。まあ、これ優勢歯車ですけれども、この内側に発電機があります。まあ、この歯車が発電機とつながっている。で、その周りを回っているのがエンジンですね、キャリアで、まあ、このピニオンギアを介して外側の歯車、この外側の歯車がモーターがつながっています。で、モーターがつながってて、さらに、まあ、減速機を介してタイヤもつながっていますね。っていうのがトヨタの TJ2 の動力分割機構ですね。はい。で、まあ、このエンジンの回転数がモーターの回転数よりも高いっていうのは、まあ、このエンジンが回って、その外側の歯車よりもエンジンの方が速く回るっていうことですね。で、この時はエンジンの力を直接タイヤに生かすことができるっていうのが、なんとなくね、理解いただけますかね。エンジンの方がモーターよりも速く回ってる、そしたらモーターもエンジンにつられて、速く回ろうとするみたいな、そんなイメージですね。なんで、このエンジンがモーターよりも速く回ってる時っていうのは、割と分かりやすいと思うんですけれども、プリウスのですね、表示だとこういう風になりますね。モーター、このプリウスの表示は、モーター1つしかないんですね。これ本当はモーターは2つ使ってます。発電機とモーターですね。まあ、発電機とって言ってますけれども、発電機になることが多いんで発電機って言い方してるけど、まあ、MG1 と MG2、 2つともモーターです。1つのモーターは基本的に発電機として使って、もう1つの外側のものはモーターとして使う。回線ブレーキをかけるときはこの外側のモーターが発電機として機能しますけれども、まあ、この2つモーターがあるんだけれども、1つに集約してモニターには表示されてます。まあ、2つモーターがね、ややこしくなるんで、ね、はい。で、まあ、エンジンの力が直接タイヤに行く成分と
発電機を回して発電した電力で走る、まあそのモーターの電力で走るのと発電する成分ね、バッテリー充電する成分と分かれているという状況ですね。はい。で、まあ先ほど言ったようにエンジンの回転の方がモーターの回転よりも高いので、まあエンジンの回転につられてモーターも回る、まあ要はタイヤも速く回ろうとするっていうような感じです。で、この内側のモーターは発電機として使うんですね、こういう時はね。で、発電ちょっとずつしながら走る。まあ、ここで強い加速をするときっていうのは、外側のモーターをで強力にアシストするってことをすることで、実現できます。ただし、内側の歯車は回生しとかないと、エンジンの力を直接タイヤに生かすことができないんですね。まあ、これちょっと有線歯車を使って、詳しく説明しますけれども、まあ、内側の歯車を回生させないと、エンジンの力を直接タイヤに生かすっていうことができなくなっちゃうんで、本当はね、強い加速をしたいときって、まあ、せっかくモーター2つあるんだから、モーター2つともこう、力行させたいっていうふうに思うじゃないですか。でも、それができない。それやっちゃうと、エンジンの力が直接タイヤに行かなくなるんで、まあ、パラレルハイブリッドの要素がなくなっちゃうんで、それはできないですね。と、うん、いうことで、まあ、どっちかは回生しないといけないんですね。はい。ただ、まあ、この割合は変えることができます。内側の歯車で、回生する。で、外側の歯車。まあ、モーターにすごい電流を送って、で内側でそんなに発電しないとかっていうのはいろいろ調整できるんで、まあ最大加速するって時は、まあこの回生はある程度するけども、この外側の歯車はですね、あのモーターに送る電流を多くすることによって、まあこのバッテリーからの矢印、バッテリーからモーターに矢印が行くか逆になるかっていう感じですね。この量は調整はできるんだけれども、でも内側の歯車は回生させとかないとエンジンの力を直接再生かすことはできないっていうことですね。はい。で、まあ、最大出力するときっていうのはこれにはならないです。高速域でもこれになります。なんでかっていうと、最大出力ってことはエンジンの回転もバーって上がりますよね。ってことはエンジンの回転5000回転とかになると、まあ、当然モーターの回転よりもエンジンの回転が高くなるわけですね。モーターの回転ってのはタイヤと同期してるんで、そんなにアクセルをベタ踏みしたからってタイヤがそんなに速く回らないじゃないですか。だんだんタイヤは、まあ、速く回っていく。で、エンジンはアクセルをベタ踏みすると結構うなるってことですね。なんで、フル加速するときっていうのはこの一番の状況になります。でも、フル加速するときも必ず内側のモーターを発電機として使わないとエンジンの力を直接タイヤに生かすことができないので、まあ、若干ここでマイナス、その負の、ね、力を生み出しているっていうのがあるから、まあ、エンジンプラスモータープラスモーターっていうのはできないので、最大出力っていうのはちょっと劣ってくる。まあ、この持ってるモーター2つをガッチャンコさせるっていうか、まあ、両方同時出力っていうのができないわけですね。なんで、その辺は例えば IDCD なんかだったら、モータープラスエンジンでできるので、最大出力がものすごく高いんですけれども、DHS2 はそれができないわけですね。まあ言ってみると、エンジンマイナスモーター、プラスモーターみたいな感じになっちゃうわけですね。なので、まあ、そこそこ出力の大きいモーターを積んでるんだけれども、それが同時的に出力ができないんで、最大出力はちょっと他のシステムと比べると弱いっていうのがあります。はい。まあ、もうね、エンジンを、ね、回さなくて、モーターだけだったらね、そのモーターでやった方が加速が速いですからね。だから、e パワーとかの方が、やっぱり、速くなってくるっていう、シリーズハイブリッドの方が、いいっていうのはあるわけですね。うん、まあ、理論上はエンジンプラスモーターってね、一番強いと思いますけれども、でもモーターもね、出力が大きいモーターを用意しとけば、もうエンジンプラスモーターなんかしないで、モーターだけで出力した方がいいっていうふうになるので、やっぱり e パワーとか MD と比べても、パワーに関しては THS2 が劣るよっていう話ですね。まあどうしてもこのマイナスの要素があるから、まあ、THS2 でパワーを求めるってなると、エンジンをものすごく排気量を大きくする、もしくはモーターのね、その出力を上げるっていうふうになる。まあ物理的に上げるしかないっていうことですね。システムとしては、まあそのパワーを狙う上ではコスパは良くないシステムになります。
で、まあ、最大出力の話はこれなんですけれども、高速域ですね。高速域になると、これエンジンはね、ある程度燃焼効率いい領域でもありますと。で、タイヤの回転っていうのはどん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 上がっていきますよね。で、まあ、エンジンの回転は、まあ、ある程度一定で回します。でもタイヤの回転どんどん上がっていって、ある時エンジンの回転とタイヤの回転が同じになるんですね。同じになると。で、それ以降も、まあ、この丸一番の制御をしてると、エンジンの回転よりもタイヤの回転の方が速くなるっていうことですね。で、そうなるとエンジンの力を直接タイヤに生かすことができなくなるっていうのは、なんとなくわかるかなと思います。まあ、エンジンよりもタイヤの方が速く回ってる。そしたらエンジンがタイヤにつられて速く回るみたいな感じ。でもエンジンの回転は一定にしたいわけですよ。燃焼効率がいい領域で回したい。エンジンの回転はそんな上げたくないっていう。だから高速域ではどういうことをするかというと、エンジンの回転は上げずに効率よく走るっていうことをします。で、どう、具体的にどうするかというと、発電機をモーターとして使ってエンジンの回転をアシストするっていうことをするんですね。まあ、厳密に言うとエンジンの回転自体をアシストするんではなく、エンジンの回転プラスこのピニオンギアに増速する方向のね、回転を加えて、外側の歯車よりも、まあ、このピニオンギアとキャリア含めて速く回るっていうようなことをするわけですね。まあ、これがね、すごい歯車でちょっとゆっくりして説明しないと分かりにくいんですけれども、まあ結局 MG1 と MG2 の役割が途中で変わりますよっていう話なんですね。まあこの切り替わりで、表示が変わります。まあ、これプリウスじゃないとね、分からないですね、この表示ね。プリウスだけじゃないと思いますけど、アクアとかじゃこの表示が出てこないんで分からないんですけれども、まあそうですね、40キロから50キロぐらいの間ですごいアクセル緩めで、でもエンジンかかって走ってる時っていうのは、この表示からこの表示に切り替わると思うんですけれども、まあその時ね、一瞬ね、ちょっと息継ぎするような感じっていうか、ちょっとね、加速の仕方が変わるんですね。これは走行レビューでも話してますけれども、プリウスの走行レビューでね、まあ、これはね、要は発電機駆動に切り替わった。まあ、エンジンの回転がモーターの回転よりも最初は速かったけど、だん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 同じになっていって、で、モーターの回転の方がエンジンの回転よりも速くなりましたって時に切り替えるわけですね。で、この時は内側の歯車はモーターとして使って、で、外側の歯車で回生すると。まあ、これ外側の歯車で回生するっていうのは、まあ、外側の歯車に回生しないとバッテリーどんどん減っていきますからね。内側の歯車でアシストしてるだけだったら、外側の歯車は、ね、回生しないとバッテリーどんどん使うってなるんで、外側の歯車は回生するっていうような形になります。はい、ということで、まあ、要はエンジンの回転とモーターの回転のどっちがね、速いかによってモーターと発電機の役割を変えてるっていうことです。まあ、これによって、まあ、高速域もちゃんとエンジンの力を直接タイヤに生かす成分を取りつつ、エンジンはすごく燃焼効率のいい領域で回すことができるっていうことなんですね。で、さっきも言ったように、まあ、高速域走行しててもアクセルを強く踏んだ時っていうのはエンジンの回転がボーンって跳ね上がりますから、この状態になるわけですね。まあ、なんだけれども、基本的にエンジンの回転を、まあ、2000回転とか以下で回ってる時っていうのはこういうふうにね、なりますので、まあ、この時は発電機アシストっていうようなことを私はね、よく言ってるんですけれども、まあ、通常は発電機として使ってるモーターを、まあ、モーターとして使って外側の歯車で回生する、まあ、回生ブレーキを普通にかけてるような状況、 EV 走行で回生ブレーキをかけてると同じような状態に外側の歯車はなってるっていう感じですね。で、先ほど言った通り、このエンジン多数モータープラスモーター2つのモーター同時出力っていうのができない、エンジンが回ってる時はねっていうことなので、まあ、最大出力に関しては、まあ、ポテンシャルはあまり高くないですよっていう話です。はい、ちなみにね、プリウス PHEV 新型は2つのモーター同時出力っていうのはできるようになってます。
だけれども、エンジンがかかっているときはこれできません。とりあえず PHEV ね、まあ、そのモーターデュアルモータードライブなんですけど、ちょっとあの2つのモーターを同時出力するっていうのはできるんですけれども、それはあくまでエンジンがかかってない EV 走行をしているときだけですね。そのキャリアにワンウェイクラッチを設けてそういうことができるようになっている、まあ、内側の歯車と、まあ、これワンウェイクラッチを設けるんで回らないようになると、片方向にしかね、だからこの歯車とこの歯車同時出力っていうのはできるけど、その時にエンジンが回らないような機構を設けてるんで、まあ、そのプリウス PHEV、 新型プリウス PHEV ではモータープラスモーターっていうのはできるようになってるんですけれども、でもエンジンが回ってる時はエンジンプラスモータープラスモーターっていうのはできないんで、やっぱり KHS っていうのは最大出力っていうのだけ考えると、あまりね、まあ、それは売りではないシステムだっていうふうに言います。あくまで効率重視ですね。なんでやっぱりパワーパワーっていう方は THS は向いてないっていうふうに私は思いますね、うん、はい。ということでちょっとね、分かりにくくて申し訳ないなと思うんですけれども、次回は、まあ、こちらのね、歯車、有線歯車を使って、まあでもこれ使っても、ね、なかなかやっぱりちょっと分かりにくいかなって部分があるんで、まあできればね、あの有線歯車をお手元にね用意されて、ちょっとこう回して、遊んでいただくとより理解は深まるのかなと思いますけれども、ちょっと頑張って解説したいなっていうふうに思います。はい、ということで今回はトヨタのハイブリッドシステム THS2 の特性について詳しく解説しました。まあ、やっぱり効率に関してはすごくいいで、低速域だけじゃなくて高速域も効率がいい理由ですね。だけれどもこの機構っていうのは最大出力っていうのを考えるとちょっと無駄が多いっていう風になるっていう話ですね。はい、ということで、まあ、やっぱりハイブリッドシステムね、あの一長一短あるんで、まあ、総合性能でいうとどれもねいいところ悪いところありますけれども、効率に関して言うとやっぱ THS がすごくね高いということで、やっぱり万能、実用面で効率がいいっていうハイブリッドシステムは THS なのかなっていうふうに思いますし、まあ、今回はその理由についてお話しさせていただきました。はい、ご視聴ありがとうございました。